ということで、スパローズの守備職人、宮本慎也さん、はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。足だけでいくと、投げるスペースちゃんとできる。はい、エキナスチャンネルのつぐりゅうです。はい、ルージョンです。実は以前も一度出演いただいたんですけれども、はい、元野球のスパローズの守備職人、宮本慎也さんです。はい、よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。でも宮本さんではもう本当に守備職人っていう、はい、イメージすごくあるんですけれども、はい、常に現役時代はゴールデングラブ賞もう常に受賞されてたイメージあるんですけども、実際何回くらい受賞？ショート6回ですか？4回？10回？10回？素晴らしい。とんでもないですよね。守備っていうとダイビングキャッチとか、はい、球際の、うん、とか、その捕球結構見えきがちなんですけど、はい、やっぱりそれと同じくればアウトにするっていう意味ではスローイングが、いや、もうスローイングが一番です。一番です。これが上手いと守備はどんどん上手いです。スローイングがやっぱり一番第一番というか、そうですね、はい、はい、大切だということ。やっぱりまあ全てのキャッチボールが一番大事なので、バッティングにも通ずるものがあるし、はい、キャッチボールが上手な人が、まあ、野球が上手なんじゃないかなっていう。やっぱりもうやっぱり基本が一番大切。はい、スローイングは美しい、宮本さんのスローイングは美しいっていうイメージもあるんですけど、はい、宮本さん現役時代にそのスローイングを、まあ、しっかり投げるためにどういうことを意識されたりとか、特にこういうことを意識してやったとか。現役時代はやっぱりその、まあ、キャッチボールはもうすごく真剣に絶対肩慣らしにならないようにやったのと、まあ、投げること自体っていうのは相手を突き抜けるイメージで、理想はもうそうありえないですけど、ずっと落ちないボールを投げない。ああ、なるほど。相手にではなくてもそうですね。突き抜けるっていうことはもうその時点でボールが落ちてないですよね。そうですね。ああ、なるほど。それをもうキャッチボールの時から意識して、それを全球肩ができた時点からは意識して、はい、これはもう自信持っていいですね。逆に言うと小さい頃からそういう意識つけてやっていくと全然変わってくるからね。またね、この後、はい、実際に教えてもらう中でキャッチボールのどういうところを意識すればいいのかとか、意識の仕方とかも教えていただけたらと思いますので、はいはい、今日はじゃあそんな守備職人、スローイングの名手という宮本さんをお迎えして、実はスローイングにおいてちょっと悩みを持っている中学生の選手、はい、ちょっと2名に来ていただいたので、はい、まあ、登場していただくんですけれども、はい、まあ、今日は教えて宮本さんという、はい、美しいスローイング習得塾ということで、はい、まあ、ちょっと短い時間なんで、はい、この激変とかっていうのはちょっと分かんないんですけども、多分この今日の時間で感じることすごくあるし、はい、それを後々に生かして激変につながると思うんで、はい、ちょっと早速中学生のお二人に登場していただきます。はい、あ、じゃあどうぞ。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今中学2年生、宮本さんのことは？お世話しております。中学2年生の現役のプレーは見てないです。ですもんね。今の高校3年生の子が小学校1年生。ああ、そんなに。でも映像で見たことある。あ、はい、はい、すごいプレーよ、本当に。じゃあ俺が一番ゴールしないのに。めっちゃすごい。で、もうそんなにまだ自己紹介から、まあ、名前とかポジションとか悩みなんかを、じゃあお願いします。はい、中学校2年生の村橋幸です。はい、軟式クラブに所属しています。主なポジションはキャッチャーや外野で、悩みが、送球の時になんか散らばっちゃうっていうところが悩みです。安定して、はい、できないですね。わかりました。はい、じゃあ今日はちょっと、はい、お願いします。お願いします。中学2年生の村上直次です。おい、チームは東京ヴェルディボーズです。主なポジションはピッチャーとサードです。お、宮本さんに聞きたいことは、野手の時に送球が安定しないところと、ピッチャーで初回にボールが高く浮いていくからそこを修正したいので、そこを聞きたいと思います。ぜひ今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい、ということですね、実は投球送球の改善というか、ね、に関してはうちも切れ出すという改善のギアを渡してるんですけれども、宮本さんも切れ出すしていただきました。切れ出すどんな感じですか？手の通り道とか、ある程度ちゃんとしないと正しく飛んでいかないので、上の通り道がいろんなところに行くといいボールいかない。あ、なるほど。けど安定とかにもつながる。そうですね、再現性。あ、はい、やっぱり再現性を上げるにはある程度いいですか？そう思います。あ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。宮本さんに2人の悩みのところでアドバイスしてもらおうと思うんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、お願いします。から投げてる最初のウォーミングアップの時にちょっと気になるところがあって、2人ともそうなんですけど、ネットスロースの時すごい気をつけないといけないんですけど、ちょっと普通に2人向こう行って、マウンドの下の平地のところに行って取ったら落ちない。これね、ネット投げる時って相手が見えないから、みんな多分低く投げるんですけど、全体的に自分の頭がこうやって前に行っちゃう。だからさっきもネットに投げたときに、ウォーミングアップのときに、すぐ左側に飛んじゃうの。バッター頭。で、人間の体でこの頭が一番重いから、これが振られる方に行きやすいよね、やっぱり。ウォーミングアップ、肩出しで最初に投げたときに、冷やすってこうやって、この頭がこうやって左足に乗っかっちゃうやつと、パッと足だけ出るやつ。でこれが足だけ出ると投げるスペースがちゃんとできる。腕が中に通るんだけど、これが前に乗っかっちゃった時点でもうここにスペースないんで、ちょっと自分の後ろになっちゃう。でそれで基本的には上に抜ける、上が嫌で引っ掛けるっていうのが、スローイングが安定しないところなんで。まずは自分の軸足の上に頭があって足だけが出る。だその時にこのつま先の上にちゃんと見たら、前に出されてるんじゃなくて同じ方向のとか、これを見たら投げる時にこっち側に入っちゃうから、自分の体がこういうふうに前に行っちゃう。この頭が軸から前に行くから、こうなるとここで空中でバンって振ってる、バンって振ると、これもこっち側を押してると思うんですよ。だからこっち側を振れるでしょ。これが一番大事で、だからピッチャー先悩みなんだけど、最初の傾斜に慣れてない。でそのまま投げると、当然こういうふうに前に突っ込むから上の方に。これ登っていると、こういうスペースがあって、自分の方のところから打てるので、驚いて歩いてる。大体がみんな頭に突っ込んじゃう。野球ってゲームの時に高いところが投げないから、遠投をやめろって結構いるんだけど、でも投げ方を改善するには絶対遠投しないと。遠投するときにこうやって投げないし、遠投するときは絶対上に行くし、もう絶対頭の後ろに残るから、この形を覚えないと。でだから野手の時もパッとするから足だけ出るっていうイメージでちょっとついてやる。こっちが足だけ出す。そうそうそう。そう。もっと極端にも足だけパッとパッと出るような。あとさ、内野手ってさ、取ったらこのまま投げるって教わってる。サードなんかは距離遠いから、こんなんで絶対投げれないから、ね、こうやったら絶対に頭突っ込むから、取ったら起こさないと、セカンドでいいよ、別に近いからって言ってこうやって。今なんか、取ってパッといちいちこうやって下げるから、じゃなくて取ったらそのまま投げる。ここだけが下がる。上体をここに下げない。次意識してください。低かったら上げたらいいし、ある程度ラフなところだったらそのままいい。そう
そうそうそう、今ぐらい。で、投げたあと野手なんで、一回さ、取って、こっち側に。パーンとこっち側に下がるんだよ。はい。そうそうそう。多分今の取ったバランス多分どんどん近い。そうそうそう。こんなの絶対頭出ない。まずはこれで癖つけた方がいいかもしれない。そうそうそう。これがバランス的には基本。これは癖なんで、ずっと意識しておかないと治らない。極端に言うと、一球切り抜いてパッていったら元戻るぐらいに戻ってもらう。もう全球意識してやる。そのまま。そう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 。そう。そうそうそう。キャッチャーの時にどうやって押すか、こういうイメージは。でしょ。これをキャッチャーが取ったら、ここでちょっとちっちゃい円が、このこっちからの勢いで、この勢いで投げる。一回ちょっと座ってみよう。ここで取ったら、左足ちょっと前出して、そう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 。それで、ほんと、パーンとこうやって、ね、回るぐらい。あと3球ずつ。はい。そう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 。いいじゃん。そうそうそう。そう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 。送球って自分の体を横に回しちゃうと、これも360度悪送球の可能性で、この体が縦に回ってくると、もう上か下かしかないので、こっち側にそれることがなくなってくる例があった。そうなると、自分の離す位置だけなので、悪送球が変わってくる。実はもう外野で見てた僕が一番、うわ、マジかそうかみたいな、はい、興奮しながらやったんですけども、まあ、僕もやっぱり、2人に教えられるのを聞いてて、やっぱりその安定するためには、まず自分の体勢、正しい形で安定させないと、やっぱり安定したものにつながるので、と、やっぱり今のね、そのもし何か癖があったとして、それを修正するときって、タッチボールの時点から、一球一球意識してやっていかないと、なかなか身に、自分の意味で身につくってなっていかないかなと思う。キャッチボール、またこれから頑張ってもらってやっていただければなと思う。じゃあ今日ちょっと感想をまずお二人に聞いて、最後に山本さんにいただけたらなと思って、はい、今日どうでした？気持ちいい、軸は後ろの方にした方がいいんじゃないって言われて、だいぶ送球も安定したかなと思うんですけど、なんかそれよりも軽く投げても球がいいなっていう感覚があって、よかったなと思いました。僕はキャッチャーってやっていて、それで指は器用な送球を意識したんですけど、宮本さんに言われて、こう小さい丸を円を描いて投げるっていう、その投げ方で綺麗に流れて投げれるようになったので、とても良かったと思いました。2人ともいい感覚というか、あ、これちょっと投げやすくなったなっていうのがあったと思います。あ、そうです。でもさ、今日2人も実際に指導いただいてどうですか？僕が言ったことをある程度体で表現できるので、これはすごいプラスなんですね。で、あとは自分がこうやってやっててもできてないことがすごくあるので、一瞬でも意識すること忘れちゃうと思っちゃうので、ところは最初は違和感あるかもしれない。で、そこをやりやすいので、結局自分でやりやすいように変えちゃうと戻っちゃうので、
そこはしっかり意識してやることと、動画も頻繁に撮る。自分のイメージと体って絶対違うから、だからスマホをその有効活用するなら脳と体が違うことになっていうのはどんどんどんすり合わせてるので。ありがとうございました。はい、でね、今日2人が宮本さんに教えていただいたことっていうのね、この主張してもらってる選手多分ほとんどの人に当てはまるんじゃないかなって、今日見た明日からでも、まあ、キャッチボールで毎日意識するっていうのは誰でもできるし、そのスマホを取って毎日確認するっていうのもできることなんで、ぜひねこの今日の動画を見て少しでも、野球の、ね、パフォーマンスが上がるというようなことになってくれれば僕らも嬉しいかなと思うんで、ぜひね、こんな貴重な機会いただいて今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、キレラスチャンネルではですね、一人でも多くの、野球選手のためになるようなね動画を配信していきたいと思いますので、今日の動画がいいなと思った方は、高評価、いいね、まあ、コメントなんかね、いただければ嬉しいと思うんで、まだ機会あればぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。